こんにちは、塩さんでございます。今回はうまいフグとうなぎを麻布十番で後編、一度知ると通いたくなる麻布十番のうなぎ屋さんに迫りました。東京麻布十番、この麻布十番駅から3分ほどのところにある麻布四季本店さん。今回は魅力がたくさんあったため前編後編でお届けしています。うなぎ屋さんだけど、うなぎだけではない魅力がたくさんありました。そしてその前編ではフグ刺しをはじめとした一品料理たち、あったら嬉しい、そう感じた料理たちがたくさんありました。それらの料理を中心に前編では紹介しています。後編ではうな重とうなぎプリンを中心に紹介していきます。最後までぜひご覧ください。それでは早速うな重のメニューから見ていきます。うなぎの箸置き、いい感じですね。こちらうな重のメニューになっています。うな重のメニューはうな重の松、竹、そして梅からなっています。うな重はランチタイムはお得に楽しむことができます。かなりお安く楽しむことができますね。さらにうなぎと肉料理を組み合わせたセットなど、いろんな丼も楽しむことができます。さらにランチタイムでは定食メニューも楽しむことができるので、いろんな形の楽しみ方が麻布四季さんにはありました。そしてこの後半で紹介するうなぎのプリンです。うなぎのプリン、ほんとどんなものか楽しみですよね。注文してしばらく飲み語っていると、登場したのがこちら、うな重の梅とうな重の松です。小さい方がうな重の梅、大きい方がうな重の松になっています。かなりサイズが違いますよね。上からも見てみます。もう上から見てもサイズの違いは歴然です。うな重梅から開けてみます。すると中に出てきたのがこんな感じ、大きなうなぎが1枚入っている感じです。しかしでかいです。ご飯の量も少なめになっていますので、締めにちょうどいいなと思いました。梅に続いて松も開けてみるとこんな感じです。うな重の松、大きなうなぎが2枚入っている感じです。これめちゃくちゃでかいですよね。今度はうな重を上から見ていきます。上から見てもうなぎの大きさがわかりますよね。ご飯が見えないぐらいに大きなうなぎが入っています。この松についてはうなぎが重なり合っています。それくらいにでかいうなぎが入っているんですね。量は違ってもうなぎそのものの大きさは同じということで、うなぎの大きさにまず盛り上がりました。それくらいにうなぎがでかいということを感じながら、このうな重をいただいていきました。早速うな重をいただいていきます。もう食べる前から美味しさが伝わってきますね。食べる前にこの風味がいい山椒をかけていただいていきます。この山椒がやっぱりうなぎの美味しさをさらに高めていきます。麻布四季本店さんはこの山椒にもこだわっていることがこれを見て伝わってきました。うな重に山椒をかけていきます。ちょっとずつと思いながらも結構かけちゃいました。こんな感じでかけてから早速いただいていきます。箸を入れると柔らかいうなぎのこの感触、そして食べていくとほんと柔らかいんですね。そして表面はサクッと、そういった仕上がりになっており、中が柔らかくふわっとした炭火焼きならではの食感、これがめちゃくちゃうまいなと思いました。タレのうまさ、そして香ばしい風味、これを味わいながらこの柔らかく焼き上げたうなぎをいただいていきます。ほんと炭火焼きならではの美味しさを感じます。タレがかかったご飯もうまいですね。
どんどん食べていきます。うなぎは食べ始めると止まらなくなりますね。ちょっとカットしながらの撮影難しかったですが、どんどんいただいていきます。うなぎは身の厚さ、これもあり食べ応えがあります。見てください、めっちゃうなぎ分厚いんですね。この身の厚さがほんと食べ応え感、そしてふわふわ感につながっています。途中でまた山椒をかけていきます。この山椒をかけていただくとほんと風味がすっごいいい感じなんですね。うなぎがでかいので重なっています。その部分についてはうなぎのかば焼きということで、おつまみのような感じでいただいていきました。うなぎを少しずつカットしながらいただいていきます。ほんとうなぎが、これ見ていただくと分かるようにほんと柔らかい、そして香ばしさを感じる、このハーモニーがたまりません。プルンプルンとしたようなそんな仕上がりですよね。ほんとうまいんですね。柔らかさ、そして表面のサクッとした感じ、そしてご飯だけでも美味しいという、このうな重の魅力、どんどんいただいていきます。ようやく半分に、ほんと大きいですよね。ここでもまた山椒をかけていきます。ちょっと多めに山椒をかけていきました。早速いただいていきます。見ていただくと分かるようにほんと柔らかいですよね。うなぎがちょっと落ちちゃいました。香ばしいタレとうなぎの味わい、これがほんとたまりません。食べれば食べるほど美味しさに納得していく、そんな美味しいうなぎ、もう別腹でどんどんいただいていきます。この前にもかなり食べていたんですが、ほんと別腹でいくらでも入る、そんな美味しさがありました。この部分については少し豪快にいただいていきます。ちょっと大きめサイズにカットして、これを一気にいただいちゃいました。尾の部分はより香ばしくなっており美味しいんですね。このうな重を食べている間もうまいねうまいねと言いながらどんどんいただいていきました。もうそれくらいにみんなうな重の美味しさに納得していました。最後の方でさらに山椒をかけていきます。山椒の風味も感じながらうなぎをカットしていただいていきました。山椒の風味、これが本当にうなぎを美味しくしており、うなぎのタレ本来のうまさ、それもさらに引き立てているということも改めて感じました。もっと食べたい、そんな気持ちになりながら最後のうなぎもいただいていきました。あっという間です。でも本当にたっぷりうなぎをいただきました。最後はこんな感じ、綺麗に完食することができました。そしてこのうなぎをいただいた後、肝水をいただきます。肝水もやっぱり欠かせないですよね。お口直しにまさにこの肝水ということで、早速いただいていきます。この肝水もほんと見ていただくと分かりますように、大きめの肝、これが2つも入っていることが分かります。ほんと麻布チキさん、大きさやボリュームに対して本当にすごいなということを感じます。大きめの肝なので食感もまたうまい感じなんですね。こんな感じで美味しくこの肝水もいただいていきました。お口直しもほんといい感じで、さっぱりした感じでうな重をいただきました。麻布式本店さんでいただいた締めのうな重、梅と松を紹介してきましたが、お腹とお金の具合でその時どれにしようか決めて楽しむことができるおすすめなうな重であると思いました。うな重に加えてさらに衝撃をいただいたのがこのうなぎのプリンです。うなぎプリンと書かれたこのうなぎのプリン、こんなの初めて見ました。こちらにうなぎプリン、
こちらの食べ方が書かれていました。まずはそのままで、次にタレ、カラメルをかけて、最後は山椒をかけるんです。すごいですよね。こちらがうなぎプリンです。この横にうなぎのかば焼きのタレが入ったこのカラメルソースがあるんです。早速うなぎプリンいただいていきます。これ最初はそのままいただくんですね。最初は甘くてうまい、ハマる味わいになっていました。そして少し固めの食感、これがまたいいんですね。そして少し食べた後、ここでかば焼きのタレ入りこのカラメルソースをかけていくんです。これをかけていただくと、なんと驚きの味、そう、あのみたらし団子のような味わいになったんですね。かば焼きのタレ、確かにそんな感じの味わいですよね。このみたらし団子のような感じの味わい、かば焼きのタレがしっかり感じられます。そして甘さとソースの相性が抜群であると思いました。それくらいに美味しいプリンなんですね。さらにここで衝撃を受けたのが、このカラメルソースをかけた後、この次になんと山椒をプリンの中に入れるんですね。プリンに山椒、こんなの初めてですよね。なかなか食べられない、そんなプリンに対する山椒の味わい、なんとも不思議な中和された味わいに仕上がったんですね。ほんと不思議な感覚です。プリンの甘さとカラメルの味わい、これが中和されたような、そんな味わいになるんですね。ここでしか味わうことができない、そんな独特のプリンをいただいていきました。一度食べるとハマる、そう感じる美味しさのうなぎプリン、食べ方を含めて本当に素晴らしい発想だと思いました。うなぎ屋さんならではのプリン、うなぎプリン、ぜひこれも召し上がっていただきたいと思いました。こんな感じでいろんな発見をさせていただいて、麻布式本店さんを後にしました。今回麻布式本店さんでいただいて後編、いただいたことはうなぎへのこだわり、これがやっぱり素晴らしいと思いました。このうなぎの大きさ、これがほんと蓋を開けた瞬間見えてほんとすごいと思いました。重なり合うくらいの大きさのうなぎ、梅でもほんとでかいと感じる、そんなうなぎ、ほんとそのこだわり、そこにまずハマるなということを感じました。なので値段についても納得ということを感じられます。柔らかさと香ばしさ、そして美味しさに対するこだわり、ここについても本当に麻布式さん素晴らしいと思いました。さらに衝撃を受けたうなぎプリン、ほんとうなぎプリンは食べ方も含めて素晴らしいプリンであると思いました。うなぎ屋さんならではの発想とうまさということで、一品料理を楽しんでからうな重とうなぎプリンで締める、そんなうなぎ好きにはほんとおすすめなお店であるということを感じましたので、今回紹介をさせていただきました。麻布式本店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。前編もぜひご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。